株式会社東京商工リサーチは東京都千代田区に本社を置く国内第2位の信用調査会社である。1892年に商工社として創業。1933年5月に株式会社東京商工更新所を設立して法人化。1974年に商号を現在の株式会社東京商工リサーチに変更している。 帝国データバンクに次ぐ国内第2位の信用調査会社であり、日本全国に82の事業所を構える。1994年に世界最大手の信用調査会社、ダイアンドブラッドストリートと提携。これにより国内予診、海外予診情報を一手に提供できる体制となった。2007年にはジョイントベンチャー、ダイアンドブラッドストリート、 チームソニックレーシング株式会社を設立。2012年同社が保有する国内屈指の企業データベースと D&B が持つグローバルネットワークを背景とした2億県庁の世界最大の企業データベースをワンストップで効率的に提供するためダイアンドブラッドストリートチームソニックレーシング株式会社の事業をすべて承継日本における D&B 製品サービスの唯一の プロバイダーとなる。また D&B との提携に伴い1996年より世界的に普及している企業コードの一つであるダンズナンバーの日本国内における発行管理業務も行っている。国内、海外企業の信用調査を主体に収集した企業情報をもとにしたデータベース事業、情報事業、出版事業を行っている。日本国内のデータベースは 現在日本最大級の400万社以上を有しており、インターネットから企業情報が取得できる TSR 版ーや企業の詳しい企業情報が記載されているチームソニックレーシングレポートなどが一般に知られている。これら同社の収集した企業情報は日経テレコンをはじめとするディストリビューターなどにも利用されている。毎月中頃マスメディアを通じて 前月倒産件数が発表されるが、これは同社と帝国データバンクがマスコミ各社に行ったプレスリリースをもとにしている。帝国データバンクは手形を使用しない、商習慣の拡大や個人情報保護法の施行などの理由により、情報収集が困難になったとして、2005年に倒産集計の基準から銀行取引停止処分を削除した。 同社は独自の情報網を通じての取材活動によれば銀行取引停止処分の集計も可能としてこれを維持した。このため従来の統計との整合性を持つ倒産件数は同社発表によるもののみである。ありがとうございます。